はい、僕は職人号です。ですね、今日は昨日のですね、代休でちょっとお休みもらいましたので、でお盆期間中ですね、ちょっと通院行けなかったので、約2週間ぶりにですね、ちょっと通院ですね。まあ、いつものように、11時過ぎてちょっとギリギリな状態なんですけどもね。から向かう感じですね。それで昨日がですね、ちょっと、天候がですね、曇りでちょっと思わしくなくて、やはり帰る頃になってですね、雨がちょっと降ってきましたね。今日も明け方までちょっと雨が降ってた感じで、今はちょっと曇ってるんですけども、止んだ感じですね。湿度が高くてですね、ちょっと今28度なんですけども、かなり蒸し暑く感じますね。お盆過ぎると、例年だと涼しくなるんですけども、ちょっと今年はちょっと残暑が厳しいような感じですね。工場がだいぶできてきましたね。あとですね、前回の動画でですね、パソコン工房さんから、ハードオフさんの動画がちょっと抜けてたんですけども、18分くらいでなんか渋滞にただ巻き込まれてるだけだったので、その部分はちょっとカットしてしまったんですけどもね。ただ単に忘れたっていうだけではあったんですけどもね。それでジャンクのですね、上本体一式ですね、ちょっと試しに使ってみまして、ですね、なんかコントローラーがちょっとうまく認識してくれなかったようで、よく考えてみましたらですね、センサーバーがですね、しっかり差し込まってなかったということで、何回かこう抜き差ししましたら、普通に使えるようになったので、あれはやっぱりお買い得感がありましたね。ゲーム買ってましたので、ちょっと試しに使ってみましたけども、全く問題なく動作しましたね。市内のブックオフさんでですね、ちょっとゲームが売ってるんですけども、あんまり難しいのはちょっと自分はできないんでですね、108円で買ったゲームで十分でしたね。風船割りとかですね、クレー射撃のやつがあったんで、あれにちょっとハマっちゃってですね、30分ぐらい やり込んだんですけどもね。私はああいったゲームのシンプルで簡単なやつが、シンプルで簡単っていうか、分かりやすいやつですね、の方がいいですね。あのタイプだと、やっぱり銃撃戦とかのゲームは、やりやすいかもしれませんね。高いやつは買いませんけどもね、たまにこう忘れた頃に箱から取り出して起動してみようかなとは思ってますけどもね。で、コア i7 ですよね。あとコア i7 477K だったので、
調べてみましたら、あの倍率ロックがかかってないというやつでしたね。まあ、私は多分買わないと思うんですけどね。買ったとしたらもうちょっと値が下がって、まあ、クレジットの分割でちょっと買おうかなとは思いますけどもね。なんか晴れてきましたね。考えてなかったんですけども、まあ、待ち時間でちょっと考えようかなと思ってますね。山崎パンですね。惣菜パンあるんで、リビン出荷の時は大体この時間に帰るみたいですけどね。受付終了10分くらい前には着きそうですね。いつも時間ギリギリに行くとですね、あの受付のカーテン閉められてしまうんですよね。こちらのカットします。失礼します。
30度近くになりましたね。
ますね。走行車線100キロ出てないんですよね。
18度ありますね。昼なんですけども、途中にですね、ヨークベニマルさんがあるんで、お弁当と飲み物買ってそこで済ませようかなと思ってますね。リーフの方にあるんで、そちらの方にちょっと寄って休憩ですね。あそこがちょうど中間地点になるんですけどもね。
に来るとやっぱセミの鳴き声がしますね。
ですね。
車間詰めてきてますね。後ろからすごい車が来ましたね。
かね。昼はちょっとまだ保留にしときますかね。あ、この丸竹っていう業者さん、前回もなんか見かけましたね。何の業者さんなんでしょうかね。ちょっと車種が分かりませんね。マツダになってんですけど、
京センター前のところ右折が苦手なのでこっちから行きましょうかね。ちょうどですね、今日パソコン工房さんもう一回見てきたかったんですよね。昼もちょっと食いたいところなんですけど、半字幕というの看板ありますけどもね、今日はちょっと駐車しちゃったんで行けないんですよね。失礼します。